ということで、バドイテ HQ2 日目ということで、本日は、ボーデン編になります。前回一応、新要素を求めて、1万6000マス離れた場所に旅をするという動画を撮ったんですけども、その際、たまたま地下潜ってみたら、ディープダークを見つけてしまったと。ほとんどこう、事前情報を仕入れず、ほぼ丸腰の状態に突撃したわけなんですけども、それ反省いたしまして、今回は、ちょっと予習してから、ボーデンを攻略しに行こうと思います。その際にちょっと古代都市の見つけ方みたいなのを合わせて説明できればなと思っておりますので、とりあえず、クリエイティブワールドの方へ向かいましょう。本日もよろしくお願いいたします。はい。ということで場面変わりまして、こちら、今適当に作ったクリエイティブワールドです。で、今回やることの一つとして、まず、ディープダークって呼ばれるバイオームですね。古代都市が生成される場所でもあるんですけども、それを一体どうやって見つけるのかと。エンド要塞と違ってエンダーアイを投げれるわけでもないし、少し前であるならば、まあ、ネザー要塞まっすぐ進めば見つかるぜ、みたいなのがあったと思うんですけども、ということで、この今回のディープダークも、どうやら見つける方法があるらしく、そちらを実践していこうと思います。はい。ということで、場面変わりまして、こちら。山です。こちらの方なんですけども、どうやら高い山の地下にディープダークが生成されやすいらしく、今回ちょっとローケートコマンドを使ってエンシェントシティではなくこちらの、雪山の方を見つけました。ということで、スペクテーターモード。これで下を覗いた時に、ディープダーク、あのスカルクとかが反応しているような場所がもう見たな、今。ああ、ありますね、ありますね、ありますね。こんな感じで山系の下にはディープダークが生成されやすいらしいです。でもって知って、おそらくメインってなるのがこのディープダークで、かつ、エンシェント市、古代都市ですね。古代都市がある必要があるので、こうやって見たとき見えるか、まず。結構な広さなんですよね、この辺自体が。まあ、ちょっとロケートコマンドでも出して、で古代都市があるかどうかちょっと探してみましょう。そもそも確実に生成されてるのかどうかっていう、それをちょっとチェックしてみて。ああ、でも直線距離430なんで、これはかなり近くに生成されてます。あー、なんか見えるな、見えるな、見えるな、あるわ。そう思うと範囲自体は結構でかいかも知れないな。一応、ディープダークが生成されてたら、そのエリアには、こういう風に古代都市が、でけえ生成されるっぽい。が、しかし、広いですね、相当。こんな感じで、この画角とか、よくアップデート見たんじゃないか。で、あそこに橋があってっていう。これは橋型ってやつか。なんかどうやら3種類ちょいあるっぽいですね。ここを中心として捉えた方がいいのかっていうのがちょっと気になるけど。こうやって周りを飛んでみると、あー、かなりだな。この辺で見つけた場合とかでも結構探索する必要はありそう。なんかここから、さらに古代都市をどうやって見つけやすくするかっていうのまでこのクリエイティブのパートでは見つけやりたいんですよね。いろいろ検証はしてみよう。こうやってみると、一応深さ的にはまあだいたいこのマイナス50というか確か40ラインぐらいにはもう生成されるっていう話だったので、マイナス50とかでブランチマイニングして探すっていうのがなんか手っ取り早い気がしてきたな。気が赴くまま掘るっていう。でも、こうやって洞窟が、なんかいい感じで繋がってるっていう可能性もあるんで、とりあえずディープダークに出るは必須でしょうね。で、こういうとこ行ったところにあるシュリカー見たら、シフトをして壊していくと。前回動画撮った時、何が適正かも大して分からず突っ込んで、ツルハシでやってたんですけど、ちゃんとクワを使うことが大事そうですね。バージョン 1.19 になってからというよりかは、結構最近のバージョンになって、クワの使い道が結構増えてきたなっていうのがあるんで、本格的にクワをちゃんと作るっていうのはありなのかもしれないですね。とりあえず、
つ、もう一個ぐらい山見つけて、その下にディープダックがあるかとか、ちょっとその辺も一応見ときましょう。他は山じゃないから、なさそう。ある。あ、丘でもいいのかな、もしかしたら。一応ディープダーク自体は生成されてて、地下適当に潜ってみて思ったのが、ディープダーク自体は結構生成自体はされるんだなっていう。さて、あっちまでなっちゃうともう一回違うバイオム行ってるだろうからな。一応この上はまあ、平野か。ちょっと移動したら、こういう風にまた別の山があったんで、このピーク系のところで、とりあえず直下掘りしましたっていう想定でやると、ああ、生成されてるわ。ディープダークがある。山とセットになってる可能性結構高そうだな。まだ2箇所しか見てないけど。とりあえず高さ50ぐらいの位置。マイナス50、マイナス50。だいたいこの辺。で、まあ、ブランチマイニングなりをして、古代都市を見つけられるかっていう。まあ、でも、こうやって見ると、古代都市は、わかりやすいはずだけど見えないな。まあ、ここから近くだと、1680、1184。かなり離れるね、山だった場所から。ディープダーク見つけてからが本番だろうな。ああ、見えてきたね。これだ、これだ、これだ、これだ。こうやってディープダークがあるって感じか。で、ちなみに、この古代都市の上、おー、渓谷か。地下渓谷があって。あ、でも山の下だ。完全に山の下だ。こういう山を探すっていうのが一番古代都市は見つけやすくなるのかもしれないね。ちょっと一応、最後、ラストにもう一箇所だけ見とこう。ということで、さっきからちょっと寒めの地域ばっか見てるので、暖かいところもということで。こちらストーニーピークですね。さっき通りのロジックで行くならば、この辺ぐらいから地下に潜るとディープダークかつ、まあ、ディープダークがそもそもあるかどうかかな。で、運がいいとさらに古代都市も見つかるということで。まあ、ゆっくり、行ってみましょう。あー、ディープダークあるね。あるわ。すごいな。8000マスぐらい離れてきたんだけど、やっぱ、高い山を探すっていうのは間違ってはなさそうだ。あの、これでよかった終わりだじゃなくて、多分、こっから、うわ、じゃあ、頑張って見つけるかってなるタイプな気はするなって。とりあえず、こんな感じで、じゃあ、地下でディープダークを見つけました。で、ちょっとこっから家庭の話になっちゃうというか、まあ、コマンドの力借りるんですけど。うわ。直線距離2152。山自体というか、ディープダークがやっぱめちゃくちゃ広いんだな、これ。一応飛んでみるか。これか。で、こうやって、古代都市に来たら、まあ、ちょっと上に上がってどんな地形の下にあるかを一応もう一回見る。あー、山だね。山見つけるたびに直下掘りとかの方がなんか可能性としてはありそうだな。なんか基本的に山と古代都市がなんかセットになってる印象を覚えるのってちょっとあと何パターンかあのエジド都市ちょっと見てから決めましょう。これで飛んでみて、まあ、古代都市がこうやって見つかりました。じゃあこの次よ、まあ、ここら辺から上に上がった時に上のバイオームは何なのか。これで平原とかだったらちょっとまあ話は変わってくるけど、これで山とかがまた出てきてくれると結構可能性は感じるなっていう。5箇所ぐらいなんかバラバラな場所で掘るっていうのがやっぱ山だ。山だ。山自体もでもでかいから、なるべくまあ山の中心地ぐらいで、今回も多分この辺ぐらいから掘ったら古代都市に直通ぐらいの場所に出るとは思うんで。山見つけたらちょっと下まで掘ってみて、まあ古代都市そのままぶつかればラッキーだねぐらいで探してみましょう。オッケー。はい、ということで、クリエイティブで都市を探してみようのコーナーでした。
ちょっとこのクリエイティブワールドで得た情報をもとに、これからちょっとサバイバルワールドの方に行って、実際に古代都市を探してみようと思います。ということで、移動。はい、ということでサバイバルワールドの方に帰ってまいりました。じゃあ、しまった。オープニングでおいであれがうるさすぎる。よし。ということで、ここからは、前回見つけた一応ディープダークの場所を中心として山を探して、実際に古代都市を探していくっていうことをやるんですけども、一回そちらの方に行く前に、ちょっとだけ装備を整えましょう。はい、ということで多少準備しました。そして、最後に、どこでしょう。はい。こちら、クワですね。あ、ちょうどだ。危ね。前回、ちょっと、ツルハシでゴリ押した結果、やっぱりクワが欲しいってことになったので、ちゃんとしたものを作ってまいりました。もちろんネザレとか。これ、最悪、現地で経験値稼ぐためにシルクタッチがついてないやつあってもよかったかも。今更だけど。あ、そうそうそう、危ない危ない。これ忘れてもらった。一応、まあ、羊毛移動手段として取っておけば、まあ、多分何かしらで役に立つとは思うんで。まあ、10スタック。まあ一応11スタック持ってきましょう。それでは今からディープダークの方に移動して、古代都市を探しに行きましょう。これをクエスト開始の合図とする。はい、ということで帰ってきました。1万6000の地。まあ、ここから、まあ、とりあえず、見えてる場所はあったけど、多分山を一回探したいな。山の下だから、ここか。もうちょい周り見てみるか。どれくらいの山だ。この辺ちょっと探す場所多そうだな。まあなんかちょうどいい溝あるからここから見ていくか。多分古代都市ある気がするんだよ。こんなに山あったら多分どっかしらヒットするだろう。でもって前回との相違なんですけども、ガンマチを上げられるモッドを入れてきましたので、こんな感じで、暗視がついてなくても松明置かなくても、こんな感じで明るく照らせる状態になっております。まあ、明るく照らせると言っても一応このまま行くと敵が湧いてしまうので、まあ、適当にこう、ランタンで置きながら、向かってみましょう。とりあえずディープダークは見つけた。やっぱ基本的に山岳はもう大体ディープダークセットですね。やばいやばい、降りちゃった。あいや、めちゃくちゃ明るいの見やすいっちゃ見やすいけど逆にやだな。これ危機感がなくなる。ちょっと もうちょい暗くするわ、もうちょい暗くするわ。とりあえず壊す。これ早見せで壊したらバレないとかねえのかな。ダメだ、早くなかったね。そうだね。ちょっと硬いからね。とりあえずウォーデンが湧いたら穴蔵を掘って、もう遠距離からとにかく打ちまくる。もうそれで頑張ろう。うーわ、もうウォーブル、こういうひねぐれ大地の手裏剣が一番良くない。怖すぎる。いやー、これワンウォーデン覚悟した方がいいかもしんねえな。3つ4つ5つ6つ、多すぎるな。ちょっと最悪走って壊す。まず1個目2個目。うー、怖すぎ。大丈夫、まだ出てまだ出て。え、壊す。おお、ホラーゲームにも程がある。次、絶対もう無理だ。もう俺2回ぐらい鳴らしてるもん。絶対あれ壊したら出るもん。許せ、許してくれ。許された。これ壊した後にこっちでおそらくやばいことになりそうな気がするから、壊して壊してで離れて穴蔵に隠れる。
1、2、はい。おっしゃー計算通りだで、だいたい16マスらしい。だから、結構離れれば大丈夫。で、なんだったら、強めの防具も着といて、おい勝負するぞ。ほら、あ、当たった。あー、気づいたね。落下ダメージ自体は食らうっぽいな。これまだ16マスも掘ってねえだ、多分。もう上手だ。いたわ。あー、そっか、こういう壁越しができるんだ。いて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 、ちょっといて、ちょっといて。あー、よし、気づかれた。ここまで来てくれた方がむしろ楽なんだ。いてー。さて、多分この辺の奥にもういるので撃ちまくる。当たってんの？ちょっと、君どこいる？上だった、上だった、上だった。うわー、あれ、もしかしてこれ積んでる。やべやべやべ、掘って逃げよう。掘って逃げればいいんだよ、こんな。戦わなくてよかった。そっか、ちゃんと戦う場所ぐらいは整えなきゃダメだな。じゃないと変なとこ登って回避されるのか。とりあえず脱出は成功した。よし、まあちょっとウォーデンあっち引っかかってるんで、あいつはちょっと見なかったことにしましょう。バン、一回シュリーカーを全部壊したと確認してから、こういう残ったスカルクセンサーを壊すっていう作業は。おー、あるやん。あった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 ぞ。明るすぎてなんかちょっとなんかあれだけど、見つけた見つけた見つけた。まあ、狙うものとしてはとりあえずあれかな、スイフトスニークだから、あのスニーク速度上昇か、それを拾えればいいなーって思ってるぐらい。いやー、見えてたのめちゃくちゃこれ運いいな。あとはボーデンをこう楽々に倒せる方法みたいなものをね、開発したいな。あのプレリリースの時は確か溶岩効いたんだけど、どうやら今はもう溶岩効かないっぽいんで、なんか新しい粉雪効くんじゃね。あ、粉雪持ってくればよかった。ワンチャン あるそうな気もっていうぐらい。とりあえず下に降り、あっちから降りて壊しつつ、あれだな、宝箱回収していこう。宝箱開けんのもセンサーに反応されるかな。先に、あー、下にあった、危ね。あ、先にこれ囲えばさ、囲みすぎた。こうで、あー、これいいかもしんないな。こうか。個性のか。羊毛で囲えばいいのか。この状態でやったら多分、検知されないわ。こうか。こうか。これでいこう。あ、これは羊毛、今後大事になってくるね。オッケー。なんか、ちょっと希望が見えた。これは、ちょっと覚えておこう。おー、初古代都市だ。今まではこう、企画とか、クリエイティブで結構、なんだろう、高みの見物みたいな感じで言ってたけど、いざ実際に足を運ぶとちょっと、怖いね。ウォーデンのやつがそもそもホラーなんだよな。なんか、すごい。俺が通った跡がすごい。羊毛めちゃくちゃ余らせててよかった。おー、本物だ。多分、いや、大丈夫じゃないな。罠みてえなとこに一個あるわ。ああいうのだよ、マジで。危ねえ。あるね、あるね、ある。残響のかけら。新しいやつだ。で、そこそこ強いズボン。あ、修繕のエンチャント。チェック。下はセンサーのみ。
で、あっちにチェストが見えてて。ないよな。隠れて見えてるだけとかねえだよな。頼むぞ。あ。うわ、怖い。よし、特攻、再生。うわもう、鳴らすのも怖いな、これ。落下もこうやって直前にブロックさえ置ければ、一応音は鳴らない。な、うん。うわー、これずっとやんなきゃいけないんだな。これよー。あのジェスト欲しい。あのジェストめっちゃ欲しいけど、なんかすげー、センサー置いてある。何あれ。シュリカなし。開けてよし。あ。あー、これ。あ、スニーク速度来たー、1個は。とりあえず1個だけでもありがたい。慣れてきたらもう別にこの辺まで別に行ってもな。で、しかもなんだったら2個以上なかった場合は丁寧に囲まなくても、鳴ったとてって状態なんだよ。これでいいわけよ。これで上やったらもうお笑いもんだけど。あるかどうかさえチェックさえできれば結構、攻めても大丈夫なのかもしれない。ミスったら終わるって感じか。とりあえず発見。裏側ねえか？裏側ねえか？裏側ないな。よし、OK。壊す。お。ドロップ増加ノックバック。まあ、あれだな。結構レアっぽいな。その、スニーク移動上昇は。あったらいいねっていうぐらいで。一個の古代遺跡から集まればいい方か。お、チェスト発見。よし。おー、あったー、あったわ、あったわ、危ねえな。大丈夫だな。よし。これ、油断したタイミングで死ぬんだろうな、俺は。ちょっとカーペットに接着するか。いや、まだ大丈夫かな。もうちょい大丈夫だろ、クワ。射撃ダメージ。あったわ、危ねえ。いや、でも、ブロックだったら楽なんだよな。半々ぐらいで持ち歩いとくのがいいかもね。と言えば多分このセンサー自体も検知するマスが何マスかって決められてるので、それさえ把握しちゃえばもうちょいこんなに怯えなくてもいい気もするが、ただ油断は死を招くんで、はい、今日バカしはもうこんぐらいの警戒度の高さに。おいバカ、鳴らして遊ぶな、鳴らして遊ぶな。おい、とんでもねえ生物いるわ。待って、一番大丈夫悪い、あの生物。心臓に悪いよ。コウモリが原因で召喚とかあるよな、これ多分。え、コウモリだったら大丈夫か？ああ、マジでなんか、メタルギアやってる感覚になってる今。バレずになんか解除しろみたいな。これはスニークミッションと一緒なんだ。多くねえか？あのチェスト周りだけちょっと多くねえか？これ反応するかな？いや、一個しか反応しないと思うんだけど、大丈夫と思うんだけど。はい。いやー、これ次、やばい気がする。でもって、この辺、やばい。囲むのはこっちか。これでとりあえず、蓋しといて、どんどん慎重になっていく。どんどん慎重になっていく。他いないな。いや、あるわ。一番やべえとこにあった。これならならんやろ。よし。で、次、ここ。あ、だったけど。オッケー。もう、シュリカだけなんなきゃオッケー。はい。あ、2だ。2はありがたいな。わあ。うわあ。なんかもう。悪意を感じる。ここまで来ると思う。数が多すぎるんよ。多分だけど、ここさえ1個解除しちゃえば、他のやつ反応しない説あるんだよ。おい。で、他のセンサーがないから、大丈夫なはず。1、2の3と。あー、怖い。制圧完了。チェック。水中呼吸。制圧した割には大したもんねえな。チェック。おー、延長的にリンゴだ。なん
か結構出やすい気がするんだよね、エンチャキンリンゴ、この古代都市だと。もしかしたらちょっとパーセンテージは森の予感とかと同じぐらい高めになってんのかもしれない。何パーセントなんだろう。でもあともう真ん中ぐらいじゃないか、実は結構もうシュリー側が真ん中以外は見えない。よし、真ん中行きましょう。で、この古代都市にはこの評価スカルクブロックだっけな正式名称忘れちゃった。この強化深層岩みたいなところの下ですね、そこのところにちょっとした隠し要素としては隠し部屋があるので、それちょっと見に行きましょうか。開いてる、何もしなくても開いてる。本当は橋の上に立つと開くっていうのはここなんですよね、まあ、勝手に開いているんだったらまあそれはそれでよしということで、お邪魔します。で、この隠し部屋なんですけども、なんかこんな感じでレッドストーンの使い道みたいな、そういうのがいろいろ部屋に置いてあるので、もしこういうのを見てなんか回路を勉強するっていうのはちょっとありなのかもしれない。それかもうここを秘密基地として使うとか、ね、結構この入り口に使われてる仕組みとかもレッドストーン使いたいなーって人は多分参考になるとは思うんで、まあ皆さんもぜひ足を運んでみて確かめてみてください。なんかこういう古代都市にレッドストーンっていうね、アンマッチというか逆にロマンを感じるっていうのはなんかいい。なんかこういうところにはもともとなんか文明があったっていうのを多分見せたいのかなっていう感じ。いや、めちゃくちゃかっこいい。この隠し部屋って確か別に、ただ隠し部屋があるだけでなんか宝箱があったとかそういうのではなかった気するんだよな。よし、OK。でもこれで探索全部見終わったろ。あと他に見てない場所あるかな。ちょっと一応チェックだけする。あの氷のとこ、あの下に確か隠しチェストがあったはず。隠しチェストが下に隠し部屋があるはずなんで、そこは見に行こう。あ、これ地味なトラップがあるんですよ。ここ踏むと音が鳴ってセンサーが反応するっていう地獄みたいなこんな感じで掘って下に知りかったらやだな。とりあえず掘って、よし、大丈夫そう。あー、めちゃくちゃどうでもいい多分なんかあれだろうね、場所ごとによって生成されるもんもなんか違うんだろう。よし、まあこれにておそらくこんなに走り回っても多分大丈夫な場所に生まれ変わったんじゃないでしょうか。全然まだ見てねえとかと古代都市広いね。あれ多分まだ見てない。よし、さあこれはどっちも水中呼吸かい。そんなやな。ああ、下がった。ああ、これめちゃくちゃ欲しい。これ欲しい。これ欲しかった。3だ。これなんかにつけよう。よし。ということで、帰ります。ああ、スニーク速度上昇って靴じゃねえんだ。ズボンだ。わあ、どうしよう。まあ、これを機に、なあ、ちょうどいい、めっちゃいい強いズボン拾ったからな。まあ、この辺に評価しつけとくか。今知ったけど、俺がなんか適当に覚えてただけかなって思ったけど、最初はブーツだったらしい。気づいたらレギンスになってた。なるほどね。まあ、ちょっとこれを機に、まあ、初めてのネザライトレギンスを作っておきましょう。お。よし。お。よいしょ。さあ、残骸で私を追って、今年初です、実は。はい、ということで、この状態でシフトして、早い!いいね。てか、あれだな。古代都市を攻略するのにこれが欲しかったっていう。ねえ、今だただ本当にちょっと早く歩けるだけっていうかもしれないけど、まあ、多分なんかで使うことがあると思うんで、まあ、2個目の古代都市攻略ときは、もう、存分に使わせていただきましょう。ということで、
本日は古代都市に関する動画でした。いやちょっと最近ちょっとアプデが来たことで建築から離れちゃったんで、次回ちょっと新素材使ってなんか建築でもやりましょうか。ということで本日お最後に見ていただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。バイバイ。